モデルプレス、2024年7月22日、LDH ジャパン代表取締役会長兼社長のエグザイルヒロが21日放送の MBS-TBSK、日曜日の初耳学、毎週日曜夜10時に出演。EXILE、三代目 JSOUL BROTHERS の e x i l e ナオトから絶大な信頼を寄せられる場面があった。写真、ナオト、鍛え上げられた肉体未披露。 ナオとパフォーマーは僕らにとっての夢。この日、同番組の企画、インタビュアー林修にリモート中継で出演したナオと18年代の付き合いとなるヒロが自身にとってどんな存在かと質問されると、僕にとってヒロさんは夢と現実を同時に教えてくれる方だと回答した。それまでステージ上で影の存在だったバックダンサーにスポットライトを当て、ヒロがダンサーをパフォーマー。 という職業として世間に定着させたことからダンサーがこうしてたくさんの人に応援していただけるまずその仕組みを作ってくれたとコメント光の当たる場所に導き出されそれが僕らダンサーにとっての夢だったと明かした尚とヒロは夢と現実を同時に教えてくれる続けて尚人はヒロがそうやってたくさんの人に応援してもらう立場になったら こういうことを得るものあれば失うよ。こういうことを我慢しなきゃいけないよ。と両方を同時に教えてくれる。と話しやっぱり夢だけ教えられても僕らは勘違いしちゃいますし。でも、それと同時にいつも現実も教えてくれると絶対的な信頼を口に。その教えに従い、常に夢を見ながら気を引き締めてるみたいな感じで、いつも活動させてもらってますと語ると、ヒロはしっかりとうなずいていた。 モデルプレス編集部、情報、MBS-TBS。